はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日はシーズンスーパーゴッテス引いていこうと思います。ラインナップがね、バレンタインイデアルに学園バレリア、そしてソニアもいます。で、さらにね、フェスゲンのピックアップもノルザがいて、普通に悪くはないガチャなんですけど、タイミングがね、あまりにも最悪と。まあ、来週からモンスターハンター 100% 来ますし、さらに言えば再来週、その先にはフェイトコラボを待っているというね、あまりにも最悪なタイミングで来たこちらのスーパーゴッテス引いていこうと思います。はい。まあ、基本的にはね、スルーがやっぱりおすすめかな。あんまり無理して引いたところでね、正直言ってモンスターハンターコラボも来ますので、やっぱりね、さすがに今無理するのはあんまりお勧めできない。モンハンは武器も増えてね、非常に必要なキャラの数も増えてきましたので、特に石を残しておいた方がいいとは思います。っていうことをね、前提として話しながら、今回はレアガチャでもなく、モンハンでもなく、夏休み方でもなく、スーパーゴッテス引いていこうと思います。行きましょう。まあ、こういうこと言ってもね、多分、普通にスーパーゴッテスで数回引こうかなって思ってる人はいると思うんでね。まあ、そういう人の参考になればなと思いながらやっていこうと思います。まあ、で、今日ね、スーパーゴッテス引いてるんですが、今日の夜かな、多分、パズドラからね、告知が来て、モンスターハンターコラボの既存キャラ強化の情報が来ると思います。まあ、他に新進化形態等が来るとすればもっと嬉しいんですけど、多分新進化形態は来ないと予想していて、多分既存キャラの強化からのそのままの実装。で、まあ、今日から使ってみた動画がたくさん上がると思います。まあ、僕もね、実際ね、使ってみた動画ガンガン上げていこうとは思ってるんですけどもね、まあ、どれぐらいキャラが強いかどうかは分かりませんが、まあ、使えそうなキャラバンバン上げていこうと思います。はい。まあそんなね、各有おい 1.5% がもう出てしまった。スーパーゴッテス普通にやっぱあれだよな、神だよな。そ SGF ね、多分ね、石温存したい人から、すごまして、石温存したい人からしたらね、やっぱりね、引くの結構戸惑うと思うんですけどね。僕とかになると結構、なんだかんだ使ってみた動画たくさんあげるじゃないですか。で、そうなるとね、聴覚性の調整でめちゃめちゃプラスが取られるのよ、本当に。本当にプラスさんなくて。で、実はこれ、それは話変わる。もうなんか焦りすぎて飛ばしちゃったもん。でもこれは完全に僕の話なんだけど、僕、周回しない、出すぎや。僕あんまり周回しないんですよ、実は。ゴルケイオスのスキル上げも実は結局サボってるんで1体しか作ってないし、ゴルフェイスも0体やし。そうで、鍵もギリギリ作ったけど、聖なる鍵は全く作ってないし、みたいな感じでね。すごいサボり癖があって。まあ、正直なんでかっていうと、パズドラ以外の、もう雑談今日はいいかな。もう動画終わろうかな、今日は。木のバレリア出ちゃった。俺木のバレリアめちゃくちゃ欲しかったんだよね。まだ2体所持だったんで。で2体とも育成済みだったんで、どうしてもね、あと2体ぐらい欲しかったんですよ。木の方のバレリア本体が1体と武器が1体欲しかったんで、まさかのもう1体出ちゃうっていうね。これ結構確率やばくねえか。こんな出ていいの？逆にこんな出ていいんすか？あざす。感謝してます。そうだから僕ね、あんまりね、主がやんないんですよ、実は。そうだから降臨キャラとかも全然作ってないですし、まあ、これね、理由があってね、実は僕ね、パズドラ以外にゲームめちゃめちゃやってるんですよね。まあ、これはね、ミルダムとかで配信してるからあれなんだけど、多分配信見てくれる人なら知ってるのが、バロラントっていうパソコンのゲーム。あと、レインボーシックシージっていうパソコンのゲームかな。レインボーシックシージは PS4 とかでもあるかもしれない。あとは、エイペックスレジェンズとかっていうね、FPS ゲーム僕めちゃめちゃ好きで、一生実は、動画撮ってる時以外、一生友達と FPS ゲームしてるんですよ。あと、クランメンバーとかのね。そう。で、スマホゲームでも、なんかね、もう、いろいろやってるんですよ。AFK アリーナっていうクソ面白くないゲームとか面白くないって思いながら課金したりとかね。まあちょこちょこやってるんですけどね。最近で言うとフォールガイズもやってるかな。そう、結構そういうゲームやってるとね、パズドラの周回サボっちゃうんだよね。これわかるかな。だから本当のおすすめはそういうゲームやりながらさ、パズドラ周回が一番効率いいんだけど、 FPS やりながら、 APEX レジェンズやりながらパズドラの周回してる友達いたら怖くない？普通にできる気がしないんだよね。そう、エイペックスはみんな知ってると思うからあれなんだけど。そう、だからね、結局パズドラの周回サボっちゃって、で、プラスがなくて、うわ、聴覚性いじれねえみたいな風になっちゃうんですよ。だから、こういうガチャで温存しておくと、プラスをね、少しでも貯金しておいて、で、まあ、後でやばくなった時に全売却と。あと、最近ちょっとモンスターポイントも足りないんですよね。昔、遅延がね、モンスターポイント1万、ごめんなさい、1万ちょいだったかな。ごめんなさい、今覚えてないんですけど、2万5000の何十パー引きかで1万ちょいで買えたんですよ、遅延が。1万ポイントだったかな、確か1万で買えた気がしますが。その時にね、遅延をね、約ね、1000体買ったんですよ、僕。遅延玉だろうね。1000体買ったんですけど、なんて気づいたらもう0体になってました。最近2万5000モンスターポイントで買ってるんで、ちょっと遅延耐性も全くなくて。そう、だから僕からしたらスーパーゴッテスは神なんですよ、本当に。
大体ね、まあ、50回ぐらい引いて売却してあげれば、モンスターポイントも100万ぐらいは手に入りますから、100万は言い過ぎか、50万ぐらいかな、まあ、手に入るので、比較的楽にポイントも稼げて、まあ、美味しいんですよね。なので、まあ、こういうガチャを周回して、周回っていうか、まあ、あれすると、引いちゃうってわけですね。たださ、パズドラの方で最近文句があってさ、そう、一個文句があんの、マジで。本当に思うんですけど、10連ガチャ機能欲しくないですか？別に1連と10連で分けたら、多分1連派の人は1連で引くと思うし、10連派の人は10連で引くと思うんですよ。今出ましたね、今、シレット。だから別にそんなに分けても問題は僕はないと思ってて、で、なんかその上で僕からしたらもう本当に、動画撮ってる時は1連でいいのよ。時間を稼げるからね。尺を稼げて長い動画作れるから好きなんですけど、1連の方が。録画外でたまに引くんですよ。たまに本当に稀にね。例えばコラボで星6とか星7とか撮れてない時にね、動画撮る直前に無理やり撮りに行ってガチャ引いたりするんですけど、そういう時1連だとストレスがやばい。いや、運悪いとさ、100回とか出ないわけよ、普通に。100回よ。録画中の100回とか配信中の100回は全然 OK よ。配信外とか録画外でさ、ガチャを100回課金しながら無心で引く気持ちってわかる？もう地獄よ、はっきり言って。10分とかかけてさ、ね、50回ぐらい引いてさ、もう10分ぐらいかけて100回引くんだよ。20分ぐらいかかるんだよ、ガチャ引くのに。で、しかも全然出ないからすごい気持ちは虚しいっていう。他のキャラは動画で出してるからね。そう、だからね、できれば10連ガチャ実装してほしいなっていう気持ちはあるな。まあでもなんかでもな、いやでもそれもさ、結構迷うとこであるんだよね。なんか普通に言ってるけど、やっぱ俺ね、パズドラをね、一連ガチャっていうところもいいとこだと思ってんのよ、実は。あんまり最近のゲームでさ、単発でしか引けないガチャってなくない？多分なんだかんだ、まあ大手の他のゲームで言うと、大抵のゲームが10連ガチャ用意されてると思うんだよね。でもパズドラってやっぱ時代遅れのゲームじゃん、はっきり言って。だから未だにまだ一連ガチャっていう、このね、一生この伝説をさ、受け継いであるわけじゃん。で、それって貴重だから、なんかそれはそれでまあ、パズドラらしくて、ね、パズドラのゴミ仕様っぽくて俺好きなんですよ。いい意味でゴミ仕様じゃないですか、これって。本当に。便利性で言うとマジでクソなんだけど、やっぱりその分ガチャを長く楽しめる。しかもさ、10連があるとどうしても10連引きたくなっちゃうけど、1連だからこそ長くガチャを楽しめるっていうところもあって、な結構ね、まあなんだかんだ僕は10連実装しろとか言いつつも実装しなくても全然問題はないかなとは思ってたりはする。ただ、本当に録画外で引くときはめっちゃ虚しいから、その時だけ10連ガチャ引きたいなって思っちゃった。最近メールで10連ガチャ届くようになったじゃないですか。そのせいでなんか本当にね、もどかしくなっちゃった、普通に。あ、学園アテナじゃん。僕、地味にこれ2体目なんですよね。そう。全然持ってないですよ、学園アテナ。作んないんでいいんですけど、別に。全然持ってないっていう。待って、風神か。まあ、じゃあ、あと、何回、今日何回スタートだったっけ？魔法石557だった気がするんで、あと5回引きます。え、めっちゃ出るやん。やば。いいね、学園アテナ。まあ、次強化する、された時にね、持っとかないと一応怖いんで。まあまあまあ、せっかくなら持っといていいでしょう。売らないようにだけ注意しよう。お前は出すぎじゃ、逆に。お前一応奇世界ドロップキャラやろが。なんでお前そんな出とんねん。奇世界ドロップキャラそんな簡単に出てくんな。残り3回。お、孫権じゃん。懐かしの。孫権ミニの方が強くなっちゃったからな。今、覚醒孫権ですげえ救われなくてさ、ミニ孫権の方がまだ使えるんだよね。やばくね。無課金で出る友情ガチャのキャラの方が使えるガチャキャラってどういうことやねん。楽しいけどな。さあ、ラスト1回。まあ、最後フェス弦引いて終わりましょうや。動け。ない、今学園アテナがいいでしょう。多分これで50連あと1連だね。あと1連で50連なので、あと1連引きまーす。はい、じゃあラスト50連目。フェスゲンで終わりたい。あー、残念。50回引いた感じですね。結果発表。イェイ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 。見ていきましょう。こんな感じです。あ、1回相当しますね。カット。はい、50連した結果がこんな感じです。まずね、サイコリアリティのピックアップですね。キバレリアが、学園バレリアが1体、そしてバレンタインイデアルがなんと2体出ました。どちらとも 1.5% なんで、50連で、1体ずつ、どころかイデアルは2体出てるのは多分確率で言うととんでもないと思います。1.5% 2体と 1.5% 1体を引きました。で、残りフェスゲンに関してはこんな感じ。ノルザと、ネレと、イナと、って感じか、星7は。まあまあ、やっぱバレンタインディアルとか、バレリアが出てるせいで、どうしてもちょっとね、他のキャラはね、控えめでしたね。で、星6月限が、風神、アテン、リューネと。あとは一応ピックアップおまけ系ですね。バレソニが2体、ネイ、学園アマテラス4体、クシナダが2体と。あと学園アテナも、3体出てますね。あとはまあ普通にハズラークって感じでした。
まあ50連にしては悪くないんじゃないですか。まあ普通に引く人は一応こんな感じの結果になると思うんで、参考に、いやあんま参考なんねんな。まあじゃあ今日の動画は終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。